はい、こんにちは、116インズです。唐突ですがいきなりクイズを出したいと思います。現在のトロントブルージェイズで野手の中で最もウィンズアボブリプレイスメント高い選手誰だと思いますか？まあ、ブルージェイズといえば若手のスター候補、特に2世選手が非常に活躍していまして、ゲレーロジュニアですとかボービシェット、グリエルジュニア、そしてビジョと非常に将来が楽しみな若手の選手がすでにメジャーで活躍していますので、まあ、この中から考える人も多いのかなと思っています。ただ答えは実はこの4人の選手の中にはいなくてですね、テオスカー・ヘルナンデスが現在ブルージェイズの野手の中で最もウィンズアボブリプレイスメントを稼いでいる選手なんですね。今季のヘルナンデスのウィンズアボブリプレイスメントは現在 1.5 となっていまして、この数字というのは MLB の全野手の中でも15位にランクインするほど、ここまで非常にいい活躍を見せているんですね。今シーズン36試合ですでに13本ホームランを放っていまして、13本のホームランというのは実は MLB でもトップ。ホームランランキングの上位には現在ネルソン・クルーズやムーキー・ベッツ、マイク・トラウトなど、まあ、一流選手が並んでいる中で、このヘルナンデスが実は今トップに立っているという状況なんですね。まあ、それだけ打撃面で結果が出ていればウィンズアボブリプレイスメントも高くなって当然だと思いますし、今季のブルージェイズここまでプレーオフを狙える位置に位置づけていますが、このヘルナンデスの活躍というのもチームの躍進の鍵となっているんじゃないのかなと思いますね。簡単にヘルナンデスという選手をご紹介しますと、2017年の途中にフランシスコ・リリアーノとのトレードでブルージェイズに加入しまして、プロスペクト時代はパワーとスピードのコンビネーションが評価されていた選手ですね。で、2018年、2019年とメジャーでも20本以上ホームランを放っていますし、まあ、パワー面では十分結果を残してきていると思いますが、ただコンタクト能力、バットに当てる能力に関しては、まあ、少々疑問視されているような選手ですね。まあ、打率もここ2年間20本以上ホームランを放っているとはいえ、2割3分台ですから、バットに当てれば飛ぶけれども、なかなか当てるのに苦労しているような選手でした。ただ今季はその状況に少し変化が見られまして、36試合で13本もホームランを放っているのもすごいんですが、打率が大幅に上昇しまして、ここまで3割1分1厘とアベレージも残してますし、また高かった三振率についても改善の兆しが見られているような状況です。という具合に今季大活躍しているヘルナンデスですが、実は打球の速さはもともと MLB 有数の選手だったんですね。低打率に終わった2018年、2019年もエグジットベロシティ、平均打球初速も91マイル以上を記録していますし、今季はさらに打球のスピードが上がりまして、ここまで 93.6 マイルというのはかなり強い打球を打てている証拠とも言えるんじゃないのかなと思いますね。まあ、もともと強い打球を打つことのできる選手だったんですが、ただそれがなかなか成績につながっていなかったのは、やはり三振率の高さがかなり足を引っ張っていたんでしょうね。18年、19年と 30% 以上を記録していますし、まあ、30% という水準は MLB の中でもかなり悪い方に部類されるような数字ですね。で、そんな三振率ですが、今季は 27%、依然として高い水準ではあるんですが、ヘルナンデスのここ2年間と比べますと大幅に減らすことができていますので、これが成績改善につながった一つの要因なんじゃないのかなと思いますね。続いてヘルナンデスの球種別の対応を見ていきたいなと思います。もともと速球系に対して非常に強いバッターではあるんですけれども、今季はその速球系に対する強さをさらに磨きをかけた印象ですね。今季放った13本のホームランのうち10本は速球系から打っていますので、速球系への対応は彼の好成績を支える大きな要因となっているでしょう。速球系のボールに対して平均の打球初速が97マイルと、まあ、なんだそれって感じの数字なんですけれども、とにかく現状のテオスカー・ヘルナンデスについては速球系のボールは投げてはいけないようなバッターになっていますね。ただそれ以外のボールについては速球系ほど強くはなくてですね、特に変化球への対応は依然として課題となっていますね。この速球系に対する強さを考えますと、相手投手も徐々に他の球種を混ぜてくると予想されるため、今の成績を維持するためには変化球系への対応も徐々に良くしていかなければいけないのかなと思いますね。一方チェンジアップなどのバッターのバランスを崩すオフスピード系の数値に関しては改善の兆しが見られます。昨年は打率2割2分4にホームランも1本しか放つことができなかったオフスピード系のボールに対して、今季は打率2割8分、そしてすでにホームランも2本放っていますので、この球種に対する対応については良くなってきたんじゃないのかなと思います。打席を見てみますと、チェンジアップなどのボールに対してうまく我慢して逆方向にヒットを打つなんて場面もそれなりに見られましたので、ヘルナンデスとしてもチェンジアップなどへの対応については意識しながら打席に臨んでいるのかなと思いましたね。最後にヘルナンデスの打席でのアプローチについても見ていきたいなと思います。まず目につくのは全体的にスイングが減っているというところですね。特に顕著に減っているのは初球のスイング率とストライクゾーン内のスイング率ですね。個人的にヘルナンデスはどちらかというと初球からどんどん振っていくタイプの選手だと認識していましたので、今季のこの変化は少々驚きでしたね。まあ、初球打ちの成績も結構良い選手ですので、初球から振るという姿勢は全く間違っていないと思うんですけれども、今季はそこを削ってきていると。で、一方でストライク
500ゾーン内のコンタクト率は約 77% 程度と、この水準はキャリアでも最高の水準ぐらいなんですね。なので今年のヘルナンデスはストライクゾーン内のボールをあまり振らなくなったけれども、以前よりもストライクゾーン内のボールをしっかり当てることができているんですね。もしかしたらしっかり強く打つことのできるボールを見定めて、それが結果として打球初速の向上とかにもつながっているのかもしれませんね。まあ懸念点としてはここ2年間と比べましてボール球を追いかける割合が少々高くなっている点ですね。チェイスパーセントがここまで 30% を超えていますので、まあ、ちょっとボール球を追いかけ気味という点は少々不安ではあるものの、ただ以前と比べてヘルナンデスパワーとコンタクトの両立ができるようになってきたんじゃないのかなと思いますね。もともと当たれば飛ぶ、当たれば強い打球を打てる選手が以前と比べてバットに当てることができるようになれば成績が上向くのもある意味必然と言えるんじゃないのかなと思います。ブルージェイズはこれから若手たちを中心に黄金時代を迎えると思うんですけれども、これまで野手で注目されてきた選手はどちらかといえば2世の4人、ただもしヘルナンデスが今季のここまでの成績を今後も維持することができるのであれば、もしかしたらチームの5人目のコアになる可能性を秘めているんじゃないのかなと思います。若手の野手たちが持っている力は MLB の中でも有数のものだと考えていますので、現状投手陣が少々不安なチームではあるんですけれども、ここがさらに整備されれば本当にブルージェイズ楽しみなチームになるんじゃないのかなと思っています。今季のプレーオフに向けた戦い、そして来年以降チームとしてどんな成長を遂げるか非常に楽しみなチームですし、またその中で今季大ブレイクを果たしたヘルナンデスがどんな役割を担っていくか見ていきたいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。